この戦争と通応して平和がどのように議論されてきたのかという問題を考えてみましょうでこれはいかにも国際政治の授業らしいところになりますけれども2つの大きな考え方が向かい合って対立してきたとまとめることができるとととと思いいいます1つははリリアリズムうう考え方日本語では現実主義などと翻訳されることが多いだろうと思います。 現実主義とはどういう考え方かというと世界は国家に分かれている。でこの世界が国家に分かれてそれぞれの国家が自分の国の安全を目的に努力するっていう状態は変わることがない世界の現実である。 でこの場合世界がそれぞれ国家に分かれているということは主権国家がたくさんあるってだけじゃなくてそれぞれが軍隊を持っているっていうことですね。で軍事力を持っている。自分の国の安全を実現するために頼ることができる他の存在はない。世界政府とかか国連とかに頼れば自分の国の安全が実現できるわけではない。とすれば自分の国の安全を 保つためには軍隊を作り維持しでそして攻め込まれないように安全を図るほかないではないかという議論がここから生まれますリアリズムという考え方は世界にさまざまな国家が存在しそれがお互いにま対立をしている状態を前提にしたものなんですねですから国際政治とは